こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出、会員サポート用のブログですね。この変更のお知らせです。今までこの Amazon 輸出 .net というね、アカウントでサポートさせていただいたわけなんですけど、ちょっとね、こういうふうに帯がずらーって伸びちゃいまして、記事がたくさんあってね、ちょっと見にくくなってると。で、古いものだとね、修正しないと、ちょっと効率が悪い、具合になってきているということもありまして、新しく、アカデミー .com というですね、ブログの方に、サポートを移します。何しろね、今やこの記事、ね、541、ね、固定ページにあって、さらに、179、普通の投稿にありますんで、700以上の記事があると。700項目以上のね、マニュアルというか動画というか、どれが重要なのという形になっちゃいますんで、ちょっと紛らわしいんで、こちらのブログの方は、サポートブログじゃなくて、単にね、情報発信という形で、会員の方には、また別なブログ用意しまして、今日のサポートメルマガでお知らせさせていただきます。アカデミー .com ですね、こちらの方でサポートします。あと、それに伴ってですね、今までサポートメルマガで巻末というかね、流してた、マニュアル。マニュアルの方もですね、例えば仕入れのツールが、Amazon のね、Amazon セラーツールというのができてきたりとか、あるいはね、値段の出し方、それから、取り組む順序なんかもね、ちょっと違いが出てきてますんで、マニュアルの方も、一覧でドバッと流すのはやめてですね、それぞれフルオーダーでね、次何やりましょうと、今これやったんですけど、これまだ終わってませんとかね、これが全然進みませんとか、そういうのをね、聞いて一人一人に合わせて、この記事どうぞ、この動画どうぞと、ね、いう形でご紹介させていただこうと思います。何しろ、みんなと同じようにね、商品たくさん出しときゃ売れるとか、手当たり次第買ってね、で、売れたものを補充するっていうのは、おおよそは、変わりないんですけど、そのアカウントを売れる状態に持っていく順序とかですね、ジャンルをどう絞った方がいいのか、広げても大丈夫なのか、その辺がね、ここ半年ぐらいで結構変わってきてます。ですので、以前のままやってると、売上が伸び悩んだり、あるいは落ち込んでいっちゃう方もいらっしゃいますんで、正しいね、ノウハウで取り組んでる方は、非常にホリデーシーズン、快調な滑り出しなんですけど、そうじゃなくてね、音沙汰なくて、ここに来て、売り上げ伸びませんとかいう形でね、ご相談いただくこともたまにありますんで、もう新しいブログの方で、古い情報は、あまり見ないようにして、わからなかったら、調べずに聞いていただくという方がいいです。だいたい情報発信してる人ね、無料ブログとか書いてる人の内容はちょっと古いかな、あるいはそれ間違えてるかな、間違えてないまでもそれちょっと効率悪いんじゃないかなっていう情報がやっぱ多いんでですね、他で調べず逆に聞いていただいちゃった方が、効率いいです。そんな形で、私のこのサポートブログの方もね、昔の記事があるんで、修正しないと効率悪い点がありますんで、サポートブログ新しく変更させていただきます。さらにマニュアルの方もね、ドバッと流すのやめて、修正しながら一個一個渡してきますんで、進捗具合報告しながらですね、お気軽にご相談ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。